皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドボディからアベンタドールマンスリーの続きをお伝えいたします。早速こんなにバラバラになっちゃいました。アドオンのパーツって聞いてたんで、意外にこうペタってつけておしまいかなと思ったら、意外や意外全部バラしてるみたいです。もうヘッドライトからバンパーから、もう後ろもごっそり分解されております。そしてもう全くどこの層に向けて発信するのかわかんないですけど、これちょっとブルーニラって書いてあるんで、なんかこのボディカラーでしょうか、ちょっと詳しくわかりません。ちょっと詳しく知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄までコメントください。おそらくうちの英語が読めるカメラマン的にはなんとかペインティングって書いてあるんで、おそらく塗装関係のなんかコーションじゃないんですかっていう話なんですけど、ちょっとこの辺詳しく知ってる方がいたら教えていただけると幸いです。で、意外にバンパーこんな特徴的な内装というか、中のこのレインフォースの格好をしてるんですね。これちょっと他の車に見られないというか、まあもうこのシルエットなんで当たり前なんですけど、ちょっとかなり独特なレインフォースの形。そしてご期待ください、絶賛キャリパーペイント中でございます。いやー、何色になるかはちょっと今ペイント中なんですけど、お楽しみにということで。そしてちょっと今回とは全く関係ないんですけど、実はスペーサー入れられます。で、このセンターロックの車でどうやってスペーサー入れるかっていう話なんですけど、このポッチ、このロックというかこの位置出しのこのポッチ、これ長いのに交換してスペーサー入れて、このセンターロックのこれも交換して、いや奥でこうちゃんと引っかかるようにして確か出せるキットがあります。なんでちょっとこの純正ホイールのままパスパスにしたいとかっていうのがあれば、実はアベンタドールできちゃうんですね。あのボンド各店でできますんで、お気軽にお問い合わせください。そしてもう一個、あ、これもう装着されてますね。ローダウンもなんとアベンタドールできちゃいます。ここのアームをこの調整式のこれにすることによって、まあ、要はこれが上行ったり下行ったりするんで、まあ、ローダウンができちゃうという、はい、説明しようと思ったらついてました。そして横行きましょうか。このどでかいラジエーターが丸見えに今なっております。この辺はサイドのパーツ組むんで多分外してあるんじゃないでしょうか。ここが今若干浮いて外れる状態になっております。そしてこちらが、あれ、これマンソリーっていう、もう天然ボケを来た時にぶちかましてしまったんですけども、これ純正で外した状態がこんな状態。意外にカメラマンさっき言ってたんですけど、足生やしたらこれ社外ウィングみたいになっちゃいそうですねっていう。そしてこれがこの部分ですね。で、後ろも一回ごっそり外して、まあ、これ交換なんで、まあ、後ろはまあ外すだろうなと思ったんですけど、全部外して撮るみたいです。こんな感じでございます。エンジンルームもこんな風になってるんですね。意外になんかこんなあんまり見たことないタイプのソケット使ってたりとかで、もうこの辺はなんかさすがだなって感じですね。全部ビニテとかじゃなくて、このなんていうの、耐熱のチューブに全部配線が入ってて、どの層がこう興味あるのか分かんないですけど意外にこうメカ的なのも、ここの国のこういうカプラー使ってんだとかっていうのは結構僕は興味あるところです。これアンテナかなんかね、これなんだろう、これセンサーかな。そして見てください、これなんとこの鍵のランボルギーニのロゴのとこだけボディ同色で塗っちゃいました。これ今ボンドグループでめちゃめちゃ人気のカスタマイズです。これもうなんかボディカラーに、まあ、大体ボディカラーに合わせるのが多いですかね、まあ、お好きな色でできます。で、ちなみにこれランボルギーニだけじゃなくて、鍵のペイント、まあ、フェラーリだったりだとか、あと最近だと多いのはメルセデスの新型のキーですね、あれをボディ同色に塗っちゃったりとかっていうのもめちゃめちゃ流行ってます。お気軽にボンド各店までご相談ください。はい、そしてこちらが今クリアのペイントが終わったエアロパーツ、カーボンパーツたちです。もうツヤツヤに仕上がってます。ちょっと見慣れた光景ではあるんですけど、やっぱり何度見てもこのツヤツヤのカーボン美しいですね。これがフロントリップ、はい、あとこっちがリアディフューザーの部分です。で、一番最初に紹介した時はこれここの上もついてたんですけど、実は2ピースだったっていう、僕もよく分かってませんでした。こんな感じでもうツヤツヤです。この辺もダクトのとことボンネットの端っことっていう感じですかね。
で、あとは今あのウィングちょうど磨いてるみたいなんで見てみましょう。で、これが今ウィングが今磨き中みたいです。細かいこうブツブツを取ってる感じですか。こういうとことかこういうとことか塗っておしまいじゃなく、まあ、こんな裏側なんて見えないんですけど、全部職人さんが今コンパウンドで綺麗に仕上げてるみたいです。で、足も多分全部磨くんじゃないでしょうか。で、このツヤツヤの肌が完成すると、あ、今ちょうどコンパウンドを持ってこんな感じで磨かれるようです。だ、ただ塗ってつけてるだけじゃないんですね。しっかり全部見えない裏側も、もうプチっていうこうクリアの巣穴的なところもしっかり全部きれいにして、確かにクリアそのままの塗ったままでもこう表面ってボコボコしてるんで、やっぱり研いで仕上げていくという。そしてこっちがサイドスカート、これも多分これから磨く感じじゃないでしょうか。で、当然この見える部分って言ったらもう本当にここだけなんですけど、全部磨きます。そしてもうマンスリーも何回も言いますけど、このどでかいパーツなのにこのカーボン目が一切よれてないという。すごくない？こんな感じです。そしてあのマンソリーに限らず、基本的にあのカーボンのパーツ多くが最初のクリア塗ってるパーツ、まあ、いろんな製品あると思うんですけど多いと思います。ただ、まあ、重ねてクリア塗ることによって、まあ、製品自体の耐久性も上がるんで、まあ、そのままつけられるパーツでもクリアを塗ってつけるっていうのは非常におすすめです。そしてこちら奥でキャリパーのペイントをしてるんですけど、まだ内緒です。はい、これは完成した時にお伝えしたいと思います。はい、で続いてこちらが取り外したバンパーです。もう本当にどこに需要があるのかわからないですけど、なかなか見れる機会じゃないと思いますので、ぜひちょっとお伝えしたいと思います。もうとにかく硬い、こんなに硬いの、アベンタのバンパーってプラスチックだけどめっちゃ硬い。そして厚みも、そりゃこれだけなんていうの、とんがったこう複雑な造形でもこうたわんだりしないだろうなっていう、もうそれぐらいなんかめちゃめちゃ硬い。そしてこういうネジとかどうやって締めるのっていう、まあこう工具のちっちゃいラジェットみたいなの多分締めるんでしょうけど、もうメカニック的に言うとこんなの絶対回したくないなみたいな、入らないでしょみたいな。で、色は割とワイルドに塗ってあるっていう。はあ、だからもう本当に塗りっぱなしはこの状態ってことだよね。この肌とこのザラザラとなんとなく伝わるんじゃないでしょうか。そこに磨きと磨きが加わってこのツヤツヤの塗装になっていると。意外にパーツ構成もちょっと複雑なんだね。この外側とさ、こっちとこっちのグリルとで、下側のリップはこんな感じで止まってて、なんかちょっとこのむき出しのこのネジとかもなんかちょっとこうイタリア車だなっていう感じ。なんかドイツ車だったら多分これ見せないんだろうなみたいな気がします。はい、というわけで今回はアベンタドールマンソリーの作業続きをお伝えしました。作業の動画がこの後ありますのでぜひご視聴ください。ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。